ティモシー・チャンドラーは西ドイツ・フランクフルト出身のアメリカ代表のサッカー選手。ポジションは右サイドバック及び右サイドハーフ。ブンデスリーガのアイントラ派とフランクフルト所属。初期ニューヨーク出身でドイツに駐留したアフリカ系アメリカ人の米軍兵士とドイツ人の母の下でフランクフルトに生まれたチャンドラーはニューヨークで3年間暮らしていたが、 両親が離婚したために、母とフランクフルトへ戻り、シュポルトフラインでオーベラウでキャリアを開始した。11歳の時から9年にわたって、アイントラハとフランクフルトの下部組織に在籍し、最終的に四部南部、南東部を戦う U-23 チームでプレーしていたが、トップチームを率いるミハイルスキッペ監督は、チャンドラーの一貫性のないパフォーマンスから引き上げる、動きを見せなかった。 そのため、昇格の可能性がないと感じたチャンドラーは2010年に契約を解消した。ニュルンベルク・チャンドラーは自由契約選手となったチャンドラーに対して1、FC ニュルンベルクのリザーブ監督が接触してきた際に若手選手に多くの機会を与えているのを見ていたため、同クラブと2010年夏に1年契約を締結することを決意し、 その3ヶ月後にトップチームへ昇格を果たす。10月8日の SK シグマ・オロモーツとの練習試合で、初めてトップチームの試合に起用された後、11月20日の 1FC カイザースラウテルン戦をもって、右サイドバックの選手を2人失ったことで次のラインツレーゴ戦での出場の見込みがあったが、ユーリーユートが負傷から回復したことでデビューは、お流れとなった。 2010から11シーズンの冬の中断期間に行われたトルコ合宿に帯同すると2011年1月15日のボルシア・メンヒエングラートバッハ戦で初ベンチ入りを果たしその4日後のキッカーズ・オフェンバッハとの DFB ポカールでデビューを果たす22日の SC ・フライブルク戦でリーグ戦初出場を飾ると右サイドハーフとして初先発した2月12日の VFB シュットガルト戦でユリアン・シーバーのクロスから初得点を挙げた。シーズン終了までにプロ一期目ながら右サイドバックのレギュラーとして冬の17試合中14試合に出場し3月にはクラブと契約を2013年まで延長した。2011年7月30日の DFB ポカール1回戦アルミニア・ビーレフェルト相手に マルクス・フォイルナーの同点弾をアシストした試合で2011から12シーズン公式戦初出場を飾り、それから1週間後の8月6日のヘルタ・ベルリン戦でリーグ戦初出場にして90分フル出場した。リーグ戦8節目となる11月26日の 1FC カイザースラウテルン戦では、サイドから中央へドリブル突破から同シーズン唯一となる得点を挙げて、 チームのシーズン初勝利に貢献した一方、2週間後の12月10日の t s g 戦8 9 9ホッフェンハイム戦でセアド・サリホビッチに対してのファールでレッドカードを提示され退場となり、一人少なくなったチームは苦しみベダド・イビシェビッチに2得点を許した。さらに21日の DFB ポカール3回戦の SPVGG グロイターフィールドとのフランケン地方。 ダービーでは、不慣れな左サイドバックでの起用だったこともあって、弱点となってしまい、チームは敗退するという悪い状況にもなっていた。2012年4月11日のシャルケレー4戦で、ダニエルディダビの得点によって、シーズン2度目のアシストを記録。同シーズンに出場した最後の試合にして、出場30試合中先発29試合目となった4月28日の、 ホッフェンハイム戦で3から2の勝利に貢献し、一発退場して敗北した前回対戦のリベンジを果たすことに成功した。主力の一人として活躍していたことから、ハリド・ブラールズの後釜として考えていたシュトットガルトを含めて数クラブから関心を寄せられていたが、シーズン終盤の4月にクラブと2015年まで延長することを決定した。 2012から13シーズンは2012年8月19日の DFB ポカール1回戦で4部セーブの TSV、ハベルセ相手に不覚を取って屈辱の敗北を喫する不安なスタートを切ったが最終的に昨季と同一の10位でシーズンを終了した。チャンドラー個人としては9月26日のハノーファー96戦で シーズン初得点を挙げ、シーズン途中にディーター・ヘッキング監督からミハイル・ビージンガー監督に交代後も同様に主力の一人としてプレーしていたが5月7日の練習中に人体を損傷したことで残り2試合を残して離脱することが決定。偶然にも昨季と同じく出場30試合中先発29試合1得点となった。 2013から14シーズンのリング戦、第2節目、ヘルタ・ベルリン戦で負傷から復帰し、8月24日のバイエルン・ミュンヘン戦で、ニュルンベルクでの通算100試合目を達成。以後、右サイドバックの主力の一人としてプレーしていたが、2月8日のバイエルン戦中に、左膝の外側半月板を損傷したことで、最大10週間の欠場となった。 2007年1月にドイツ U-17 代表に招集されていたが、アメリカ人の父とドイツ人の母の下で生まれたことで、アメリカ代表とドイツ代表のどちらかで出場する資格があったため、2011年1月になるとアメリカ代表でのプレーに興味を示した結果、3月16日にパラグアイとアルゼンチンとの親善試合に向けて、 アメリカ代表のメンバー24人の招集リスト入りをし、3月26日のアルゼンチン戦でジョナサン・スペクターに代わって、後半頭からアメリカ代表として初出場を飾った。29日のパラグアイ戦では先発出場をしている。しかし、今後もアメリカ代表としてプレーしていくかどうか悩んでいたため、2012年5月15日に、 ユルゲン・クリンスマン監督から親善試合と2014、FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選へ向けた合宿へ召集されていたものの参加を辞退する騒動を起こした。この騒動に対して、チャンドラーの所属クラブであるニュルンベルのスポーツディレクターマーティン・ベーダーは、ドイツへの移行を示唆していたものの、最終的に11月なると、アメリカ代表としての決意ができたために、 ロシア戦へ向けた召集を受けた。それまでに出場した全試合が親善試合だったため、ドイツ代表でのプレーの可能性が残されていたが、FIFA フフ主催大会の公式戦である2013年2月6日の2014、FIFA フフワールドカップ北、中米カリブ海予選ホーンジュラス戦に出場したことで、本格的にドイツに別れを告げた。しかし、5月に、 クラブで負傷したことにより翌月に行われる同予選のジャマイカ、パナマ、ホンジュラス戦の3試合への出場が危ぶまれると、その後、負傷から復帰して、クラブで主力として活躍を示し、また、右サイドバック1番手のスティーブ・チェルンドロの負傷する事態があったものの招集リストから除外されたことで、クリンスマン監督の構想外となったと報じられた。そのため、 代表への扉が閉ざされたかに思われたが、2014年2月4日に USSOCCER.com 上で行われた。質疑応答の中で、クリンスマン監督から、この半年間にわたって一貫性のある良い仕事をしていると言及されたことで、代表を復帰に迫っていた。しかし、8日にクラブでの試合中に負傷してしまい代表復帰のチャンスを逃した。 2015年7月3日のグアテマラとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。